涼しいとこに行きたくなりますよ。わかるわかる。確信犯。うん。そうですね。縁側のあるお家の猫になりたい。ああ具体的に。やっぱ縁側いいですよね。うん。縁側ね。人間も縁側好きですよね。私も縁側好きです。うん、縁側でゆっくりしたいですね。うん、縁側、そう、縁側ってあんま体験したことがないので、あんまりというかないので、そう、やっぱ夏はね、そこから花火が見えるところだとまたより最高ですよね。うん、縁側になりたいのはちょっと違う。縁側になりたいはちょっと違うかもしれない、うん、そうですね。それまたちょっと違う話で、はい、そう。まあ縁側はねいいとこですよね、はい、あ、じゃあ次、広島県廿日市市甲さんのリポートです。ありがとうございます。もみじ饅頭のラムネが飲みたくなり宮島へ。生地とあんの香りがいいね。ついでにレモンのラムネと梨のラムネがあり買ってしまいました。レモンは甘さは少なくさっぱりと酸味があります。レモンスカッシュみたいな感じでした。この時期はいいですね。梨はそのまま絞ってライムネにしたような感じです。2つとも美味しいです。ちなみにレモンも梨も広島県産を使用していますということです。そう、コメント読んでてももみじまんじゅうのラムネの感想が書いていなくて、そう、やっぱり一番気になるのはちょっともみじラムネだったんですが、どうです、もみじまんじゅうラムネですよ。もみじまんじゅう、まあ甘いでしょうね、きっと。あんこの味ってことですかね。うん、もみじ味、もみじ味。やっぱあんこの甘い感じなんですよ、きっと。でも炭酸ですよね、多分ラムネだから。そう、そう、ラムネなんですよ。いや、今変わってのもいっぱい売ってるんですね。うん、だってこうもみじがなかったら、まあ、普通に梨ラムネもレモンラムネもきっとどこにでもあるわけじゃないので、そう、やっぱ珍しいですよね。ちょっとやっぱもみじが横にいるので、そう、なんかやっぱり一個だけ色違いますしね、やっぱりラムネ感じゃないですもんね。もみじまんじゅうは、私ももみじまんじゅうは好きです。すごい美味しい。もみじラムネ飲んだことないからわからない。そう、まだどうかちょっと感想が言えないところがちょっと惜しいところですけど、うん、もみじまんじゅう美味しいですよね。うん、そうそう。そう、その広島に行ったらそこで焼いてるのとか食べれたり、そう、揚げもみじとかもあったりしますもんね。そう、揚げてるんですよ、もみじまんじゅうを。そう、それをこう串刺しに、串刺しってなんて、串刺し、あの、多分串刺し、あの、食べ歩きがしやすいように串刺しに、そうして、そこを渡してくれるんですけど、そうです、食べやすいです。そうそう、まあそういうことです。そう、刺さってるんですよ。それも好きです、美味しい。そう、いろいろね食べれるから、本場でね食べるってやっぱり美味しいですよね、うん。あ、じゃあちょっと最後いきますよ。次は長野県飯田市ピエールさんのリポートです。ありがとうございます。雨はポツポツになり空が明るくなってきました。岐阜県のお友達から梨の贈り物が届きました。大きな香菜、早速いただきますといただきました。はい、最後はこちら。あ、ちょっとやっぱちょっと分かってるな、やっぱこのワンちゃんも、うん、ちょっとこう前面に出さないところとか、ちょっと、いや、可愛いですね、ちょっと。そう、そしてちょっと目線外すところとか、慣れてますね、うん、写真に撮られるの。分かってらっしゃいます、可愛い。
そして手前にあるのが梨というわけで、いやもう梨の時期ですよね。もうそういう時期がやってきたわけです梨、やっぱ梨、まあやっぱ秋は梨狩り、梨狩りででも私行ったことなくて、狩り結構行ってるけど梨狩りは、梨狩り、梨狩り行ってなことないなそうやっぱ行くとかぶりつく感じなのかな、かぶりつかないとですよね、時間ないですもんね、こう向いてる時間がもったいないので、狩り行った時やっぱりこうかぶりつく感じですかねそうですよ、きっとやっぱ時間制限ありますから、その中でどれだけどれだけ数をいけるかっていうところがやっぱり、あ、皮食べないか、え、でもこう向いてる時間もったいないですよね時間も大事です、そうそう、やっぱりその確かな戦略が必要そうね、考えていかないと、そうちょっと後悔しちゃうんですよね、あの時こうやって食べてたらあと10個はいけたなとかね梨はちょっと違うちょっと今あのさくらんぼをイメージしてますそうそうそう梨はちょっと無理ですね梨は無理無理うん、そう梨は無理です。梨ってどのぐらい食べれるんだろう、ちょっと行ったことないけど、でも1時間ぐらいですかね、1時間 5個、5個ぐらい、3つ4つぐらいか、あ、10個ぐらいいける、いけます、いや10個、いやちょっと私でも10個は無理かも、5個、うん、目標5個って感じきついかな、いやでもそれぐらいの目標を持って いくと、まあ、より楽しめる気がします。そうそう、目標達成できたかできなかったかっていうねいやまあそういうのも楽しいんですよ、そう感じて、そう考えながら行くのが、はい、まあ、これからね梨の時期というわけで、これからリポートもたくさん届くのが楽しみです、はい、というわけで気になったもの今日もご紹介していきました、ありがとうございました。さてさて、それではですね、ここからはこちらのコーナー行きましょう、おかえりメールぼっこの部屋おかえりメール、今日も皆様に送らせていただきました、ご登録者の皆さんのご帰宅をサポートするメールサービスというわけで、そのメールにですねたくさん返信いただきました、ありがとうございます、その中から、いくつかですねこの時間帯でご紹介させていただきたいなと思います。はい、そう初めてなんですよね、あ、じゃあもう、あ、紹介をするわけですね、あ、じゃあ紹介させていただきます、ぼっこちゃんですいや初めまして、ちょっと今背中しか見えてないんですけどあのよろしくお願いします、あかねさん、はじめまして、よろしくお願いします、よろしくお願いします、挨拶してくれました可愛いですね、あ、こんな感じなんだ、目が光ってる、可愛いですねご丁寧にそう挨拶いただきましたよ、礼儀正しいですね、うん、仲良くできそうですあ、じゃあちょっとぼっこちゃんに読んでもらおうかな、はい、じゃあまず5つ目お願いします、どなたから来てるかな、ちょっと初めてこう喋ってるところをこれから聞くわけですよ、読んでくれるかな、ドキドキ、なんかドキ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 やった、来た、来ました、最初のメールが届いたよ、あかねん、こんばんは、あかねん、きっとんです、今日の長崎は晴れて夏の一日、うん、午前中は時折曇ることもありましたが午後からはすっかり晴れていい天気、明日も天気良さそうなので久々に週末にいい天気になりそう、出かけたいけど甲子園も見たい、さてどうしたものか W、 朝起きてからその時の気分で決めますかね、ではムーン楽しみにしてますね
ありがとうございます。いや独特なんですねでも関西弁出てましたね今。そうそうそう、どこだ、なんか今関西弁だなと思ったところがありました。そこも行けるんだと思って。どこだっけな、あどこだっけ、天気良さそうなのでだったかな、どこだっけなんか一個そうだなと思ったところがありました。そういやあ、甲子園も見たい、見たいや。そうそう、そのところなんか言ってました関西風ね、時々なまるんですね。いやあね、面白い。 W って言うんですねはい、あじゃあ次行きますか。じゃあ次読んでくれますか。もう一回 W 聞きたいそりゃそうですよね、 W って書いて、あ来た、はい、次のメールが届いたよ。おありがとう。あかね、こんばんは、たかです。たか、今日は雷の音で目が覚めて通勤途中にかけてザーザー降りでした。ザーザー、今は夕焼けが綺麗です。おありがとうございますザーザー降りでしたって言ってましたねうん、ザーザー降り、いやなかなか独特な表現でありがとうございますちょっともう一つ聞きたい。ちょっともっと聞きたいです。あそうです、内容そうなんか僕ちゃんのイントネーションちょっと楽しんでるところがありました。あはい、次のメールが届いたよ。ありがとう。あかねん、こんばんは。こんばんは。マキューです。マキューさんですね。今日の神戸はジメジメ暑い一日でした。ほう、今も辛いです。ほう、家に帰ってクーラーを18度にしてからお風呂に入って出たらガリガリ君を食べたい。ではムーン頑張ってください。ちょっとこれじゃガリガリガリ。ちょっと僕たち違います。もうガリガリ君は食べないでください。ガリガリ君を食べたいんですよねちょっとガリガリ君を食べたいといただいてましたあ思い出し笑いしそうお風呂に入って出たらガリガリ君を食べたいっていう風にいただいてます。怖い、これほらほらほらホラーすぎる、それはやめてほしいそうですよね、やっぱ暑いからお風呂出たら、ね、こうアイスを、ね、食べたいですっていう、はい、そういうコメントをいただいてました。種逃げて、怖い怖い、ちょっとあなるほど、まあ、こうなるわけですね。まあでも確かに、まあ文章にするとまあそうですよね、ここで切るかあっちで切るかですもんね。まあそうですねあもうすぐ事件になるところでした、危ないありがとうございますはい、じゃあもう一つ行きましょうか。はい、じゃあもう一つ読んでくださいさあ次は何だろう。さあワクワク来るかな。お来た、次のメールが届いたよ。あかねん、こんばんは。こんばんは。のびちゃんです。あのびちゃんさん、お疲れ様です。珍しいですね、ムーンは、うん、お盆明けで2日しか働いていませんが、なんだか1週間分働いたくらい疲れたので、かっこ笑い、番組を見て癒されようと思います、うん、アスタリスク、アスタリスク、今日の豊橋は午前中は一時的にざっと雨が降るタイミングがありましたが、曇りベースの天気、夕方になって晴れてきました。中途半端に雨が降ったのでかえって蒸し暑くなってしまいました。はい、それでは番組頑張ってください。はい、ありがとうございます
アスタリスク、アスタリスク、あの2回続けましたけど、あのここあ、そうそうそう、これこの漢文字が あったんですよ。まあ、確かにアスタリスク入ってる、入ってます。なるほど、この真ん中のこの、これは読まなかったんですね。これは読まないんだ。あー、びっくりした。そうですよね。のびちゃんさんはあ、お盆明け、うん、お仕事されたようですけれども、そうですね、それでも疲れたとコメントの方もいただいております。うん、はい、やっぱ蒸し暑いということでね、報告の方もいただきました。はい、体調気をつけてほしいです。内容入って、そう、内容ちょっとね、あー、入ってこないところもありましたけど、ありがとうございます。はい、というわけで、ちょっと初めての対面、ちょっともう笑わせていただきましたよ。あ、すごい、こういうコーナーじゃない。あー、ちょっと面白かったですね。あ、そして今ボコちゃんには皆さんからいただいたメールを、ご紹介いただきましたけれども、はい、返信していただいた皆さん、ありがとうございました。それではここからはですね、明日の天気のポイント見ていきたいと思います。はい、移動してまいりました。明日の天気のポイント確認していきたいと思います。それでは見ていきましょう。3点ありますが、はい、明日はですね、低気圧やまた湿った空気の影響で、道東、そして東北、関東のエリアでは雨の降りやすい空となりそうです。一方で西のエリアは日差しの届くところが多くなります。気温も上がりますので、暑さに注意しましょう。では2点目です。はい、関東のエリアは、こちらですね、低気圧から伸びる前線の影響で、明日はですね、雨が強く降るタイミングというのがありそうです。道路冠水だったり、また河川の増水にも注意をしてください。では3点目です。はい、西のエリア、こちら日差しがしっかり届くところではあるんですけれども、暖かく湿った空気が入ってくるということで、特に午後の山沿い中心にですね、天気急変には注意が必要となりそうです。空の様子お気をつけください。以上、明日のポイント解説でした。それではアイコンの方でも確認していきましょう。では明日の全国の天気です。まずは西日本です。西日本のエリア、日差しの届くところが多くなります。日差しをしっかり活用していきましょう。ただ山沿い中心に天気急変の可能性がありますので、空の変化に注意です。また気温もですね、日中は上がるところも多く、熱中症対策が必須となりそうです。では続いて東日本です。東日本のエリア、東海の方では明日は日差し届きそうです。気温も上がりますので、水分補給しっかりと行って、暑さに気をつけてお過ごしください。また関東のエリアでは明日も雲を広がりやすくなりそうです。雨が降り、また強まるタイミングというのもありそうです。では続いて北日本です。北日本、特に東北、太平洋側のエリアでは雲が広がりやすい一日となりそうですね。雨の降るタイミングもあります。外出には傘を持って、お出かけするようにしてください。その他、日差しの届くところが多くなりそうですね。気温も控えめというところがありそうです。以上、明日の天気でした。それではここで一旦インターバルです。
こんばんは。時刻は21時1分を回りました。引き続き藤岡あかねがお送りいたします。よろしくお願いします。さてさて、それではですね、この時間21時回ってますので、こちらのコーナー行きたいと思います。予報フィードバック、こちらのコーナーでは今朝の予報が皆さんの感覚と合っていたのかというのをですね、深掘りしていくコーナーとなっております。そして今空キャンバスと空ボタンの方が空いておりますので、参加の方あまだできてないといった方、はい、今ポチッと空ボタンを、ね、押していただければと思います。はい、さて、アイコン当たったか当たっていない、当たった外れたか当たったかの2択になっております。皆さんが感じるところを選んでください。はい、さて、それではですね、じゃあ朝からですね確認していきましょうか。それでは予報センターと一緒に見ていきたいと思います。では予報センター永井さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、朝から順番にですね、見ていきたいなと思うんですけれども、はい、今日はどうですかね。ですね、昨日に引き続いて、ここ数日続いてはいるんですけれども、変わりやすい空模様でして、あちこちで雷雨はあるんですけれども、局地的、雨雲自体は小さくって狭い範囲でどっかで発生するといった状況ですので、同じ市内であっても降ってたり降ってなかったり、っていうことがもありましてですね、アイコンの付け方は非常に難しいところです。そうですよね。
わかりました。それでは北から順番に見ていきたいと思います。はい、では北海道からです。はい、北海道は今日は東北方面ほど日差しは届いて、太平洋側南のエリアほど雲が広がりやすいという、見解でした。でポツポツパラパラではありますが、道南エリア中心に雨が降りやすいという予想が出ておりましたので、はい、函館室蘭には雨のアイコン傘用意しといてね、しておいてねということでつけました。はい、では朝の7時から振り返っていきます。雲が広がっております。札幌のあたりは日差し報告も届いています。進めていきますが、札幌付近、はい、まあ、日差しがしっかり届いてきました。その他全体的に雲が多めですね。そしてあちこちポツポツパラパラと雨が降っています。まあ、こんなお天気ではあるんですけれども、はい、室蘭函館のあたりが予想よりも雨雲があまり入ってこないと、雨雲レーダーにもほとんど映らないということがありましたので、まあ、他のエリアと同じように曇りに変更としております。はい、で札幌のあたりも日差し報告は届くんですけれども、ライブカメラの様子ですとか、はい、リポートのお写真を見てもちょっと雲が多い、あまり晴れ感がないかなという午後の様子ですと、そんな雰囲気がありました。はい、はい、ですので、しっかり晴れとも言いづらく、はい、しかしやっぱ日差しも届いていると。そうですね、難しい、晴れか曇りかというところも難しくなっちゃいましたね、途中からね。はい、そうですね、今ソラキャンバスでは札幌は晴れアイコン欲しかったなって来てましたね。晴れアイコン欲しかった、そうですね、札幌には晴れアイコンついてなかったですね。あと札幌夕方は青空あったってコメントも来てます。そうですね、はい、でも旭川市あたりってコメント来てますね。はい、晴れ感曇り感といったところですかね、注目ポイント。そうですね、難しかったところです。はい、分かりました。では次は東北見ていきます。はい、東北はですね、日本海側で日差しの届く時間も予想されましたが、1日を通して大きく見ると、曇り優勢で、雨の可能性もありましたので、はい、晴れアイコンはつけずに雨アイコン、小さな雨アイコンつけるといった形にしました。はい、朝の7時なんですけれども、秋田県内がもう朝の時点で晴れてはいたんですよね。そうですね、晴れを出すかどうか迷って、ちょっと特に午後になってうわっと雨雲が湧いてくる可能性もあったので、雨アイコンの方を選んだということのようです。はい、はい、で進めていきますと、太平洋側は、もうここ数日本当ずっと続いてますけれども、こうぐずぐずと雲が多くて、雨も降りやすいお天気、秋田青森がですね、晴れを出しても良かったかもしれないですね。結構この時間も晴れ報告まだまだありますね。そうですね、で午後になって雨雲、内陸の地域では湧いてきたんですが、内陸で湧いて東の方に流れていく形になるので、秋田市内などは入りにくいというのがありましたよね。そうですね、はい、結局のところ秋田市に関しては降ってないかなと。雨降らなかったなってコメントも今秋田市の方からねいただきましたね。はい、そうですね、ソラキャンバスでは宮城の方は弱い雨降ったり止んだりだったりでした、コメント来てました。はい、そうですね、太平洋側はすっきりしないですね。
うん、福島は当たりでしたが雨の方が多かった気がしますといただいてます。うん、はい、そうですね。それでは続いて、関東いきましょう。はい、関東なんですけれども一日雲が多い予想でも、まあ日差しも届く時間が、ありそうだということでちび晴れつけました。にわか雨の可能性はあるけれども、はい、まあ、あまり可能性としてとっても高いわけではなかったのでちょっとコメントだけという形にしました。振り返っていきます。朝の7時です。7時の段階で、群馬栃木周辺についてはポツポツパラパラ雨の報告も届いておりましたので、まあ、雨アイコンをつけていたといった形ですね。はい、で、ですね、関東の南部も午前中中心に結構こう晴れ感が強まった時間もありました。千葉のあたりは朝から晴れておりましたので、うん、ちょっとその晴れの印象強いかもしれないですね。うん、そうですね。はい、で午後になってですね、関東の南部もポツポツパラパラ、はい、雨降ってきました。雨雲が入ってきました。ただこの雨も、まあ、比較的こう一時的というか長く続くということはなく、うん、はい、また日差し報告が届くようになりました。うんうん、うんうん、結果的に傘はいらなかったかもしれないですね。ポツポツパラパラ、あ、弱い雨となったところが多かったんですね。そうですね。前橋と宇都宮の方は晴れのアイコンではなかったですね。晴れのアイコンは出してないですね。朝の時点でも降っていたこともありましたので、うんうん、あと午後になってまた山沿い中心に湧いてきて前橋宇都宮のあたりにも流れ込んでくる可能性ありということで、うん、ちび雨、はい、はい、宇都宮の方からも当たりですとコメントの方もいただいているようですね。はい、うん、晴れ感も結構あったか当たりっていうコメントも結構目立ちます。はい、うん、はい、じゃあ続いて中部エリア見ていきます。はい、中部エリアは雨アイコンたくさんついてますね。朝の時点で東海ですとか北陸のあたりはもう強い雨が降っていた、いましたよね。で、はい、その雨は一旦もう朝のうち、まあ、午前中のうちに弱まっていく予想ではあったんですけれども、はい、一旦回復してもまた午後を中心に、雨が降りやすくなってくる、にわか雨雷雨の可能性ありということで、小さな雨アイコン、まあ、雨のちという形でもなくちび雨アイコンとなっております。はい、朝の7時です。雨が広範囲で降っております。特に岐阜、愛知付近、はい、はい、あと北陸西部の方も午後ザーッと雨降ってますね。うん、そうですね。はい、でその後なんですけれども、はい、この朝の時間帯お昼前頃まで、岐阜、愛知、そして、静岡県の浜松の方でも激しい雨が一時的に降りました。この雨雲がお昼頃に、静岡方面に移りつつ一旦、まあ、小康状態となりましたけれども午後になってまたあちこち活発な雨雲が出てきました。愛知県のあたり、名古屋市のあたりも出ましたし、はい、あと富山県も活発な雨雲が通過していきました。うんうんうん、ちょっと変わりやすい空模様となりました。はい、まあそうですね、静岡の方では雨アイコン欲しかったかなってコメントも来てますね。はい、うん、当たりだと思います。あ、でも静岡も場所によるようですね。そうですね、静岡も広いですからね。はい、うん、そうですよね。はい、それでは続いていきましょうか。じゃあ次は近畿見ていきたいと思います。はい、近畿エリアも、
まあ、明け方から朝にかけて強い雨が降っておりまして、こちらも雨のピーク自体は朝のうち東海エリアと同じように朝のうちに弱まって、で午後のにわか雨の可能性もあったんですが、山沿いが中心となって市街地の方に流れてくる可能性というのはそれほど高くないだろうということで雨のちになっておりました、はい。特に大津京都のあたりがまだ活発な雨雲の流れ込みがこれからありそうだという部分がありましたので大雨嵐アイコンがついております。朝の7時振り返ります。はい。京都、滋賀、そして大阪も北部の方は、ザーザーゴーと激しい雨の報告が届いております。はい。でこの後だんだんと弱まりながら南の方に降りていきました、うん。はい。もうほどなく晴れてきましたけれども、うん、この時点で晴れアイコン大きめに出したところがほとんど京都大津に関してはちょっと午後またこの山の方で湧いたのが東に流されて入ってくるかもしれないなということでちび雨をつけた状態になっていたかと思います。はい。で実際のところはですね、まあ、確かに山沿いで雨雲が湧いてきまして、はい、この兵庫県内などは激しい雨の降ったところ、激しい雷雨になったところありましたけれども、うん。ですね、京阪神エリアについてはもうほぼほぼ晴れていたかなというところですね、うん。そうですね、はい。京都市が一雨夕方に、まあ、市内ではあったところもあったかなというところですね、うん。はい。うんうん。そうですね、大阪南部の方は曇りのち晴れでしたが、問題なく当たりでしてコメントも来てますね。はい、うん。そうですね、雨は朝のみだった、晴れちび雨でも良かったかなと枚方からは来てましたね。はい、はい、うん。それでは続いてはですね、中国四国エリアです。はい。中国四国エリア今日はおおむね晴れ、山沿い中心ににわか雨の可能性はありましたが、今日は西日本方面は昨日に比べるとだいぶ雨雲は発生しにくくなっていく、狭い範囲に限られるだろうということで雨アイコンはほとんどつけておりません。岡山のあたりは、コンピューターシミュレーションモデルでも雨が予想されておりましたので、まあ、一時的な雨ということで晴れに小さな雨アイコンとなっております。朝の7時から振り返っていきます。はい。島根県内雨雲があります。このエリアには雨アイコンがついていたかと思われます。はい。でその他は、まあ、晴れてますよね、うん。で松江のあたりも降ってきちゃいましたね。そうですね、うん。もう一時的ではありましたけれども降っちゃったようです。そして山沿い中心に内陸のエリアを中心にやっぱり小さいんですけれども活発な雨雲の発生というのがありました、はい。昨日に比べると、まあ、広がりとしては確かに狭かったかなというところなんですけれども、岡山のほか広島ですとか、割と街中でも降ったところがありましたね。そうですね。高知も一時的に雨雲湧きましたけども、うん、ほとんど、まあ、高知の雨雲は当たってない人の方が、降られていない人の方が多いかなと思います、うんうん。はい。まあ、コメントの方では山口は、当たりちび雲はいらないぐらいだったけどって来てますね。あ、結構晴れたってことですね。愛媛もすごく晴れてましたね、うん、うんうんうん。そうですね、問題なし当たり。あ、鳥取は晴れちび曇りかな、外れて今来てましたね。晴れ感も強かったのでしょうか、うん。はい、というわけで見ていきました。では次は九州いきましょう。はい。九州は晴れに小さな曇りアイコン、山沿い中心ににわか雨の可能性はありましたが昨日のように
大規模に広い範囲で発生することはないだろうということで雨アイコンはつけておりません。はい、朝の7時です。はい、晴れています。まあ、ほとんど、まあ、晴れですね。あの小さな雨雲の発生は確かにあるんですけれども、はい、もうほぼほぼ、まあ、傘はいらない状態。ただちょっと予想以上に、はい、鹿児島が暑くなっちゃいまして。あ、気温が上がったんですね。はい、36度まで上がりました。あ、最高気温予想34度だったんですね。そうなんですよ。ですのでちょっと途中で猛暑アイコンをつけたい。あ、なるほど。ということがありました。うん、そうですね。こちらのエリアは当たりアイコン通りってところも結構今コメント当たり当たりってきてますね。うん、問題なしと、うん、たところが多いようです。はい、それでは最後沖縄見ていきましょう。はい、沖縄は先島諸島方面中心にあの雨雲の発生、小さなものなんですけれどもたくさん見られておりましたので、小さな雨アイコンをつけました。まあ、長い時間降り続くことはないけれども雨、にわか雨あるよというのをお知らせしておこうと、はい、いうことですね。沖縄本島の方はあんまり雨雲の発生が朝の時点でもなかったのでまあまあいいでしょうという判断だったようです。朝の7時から見ていきます。はい、よく晴れてます ね。 そうですね。ただ雨雲はあちこちに散らばっております。はい、この先ですけれども、まあ、ほぼほぼ晴れております。日差しが強いです。ただやっぱり先島の方を中心に雨雲の通過がありまして、まあ、これもあったのでちび雨を、外さずに行こうという判断でそのままつけておりました。沖縄本島も実はあの雨降っている場所もありましたけれども、ポツ報告だけだったらもういらないかなと。多分傘持っていかないだろうから、はい、ポツ報告くらいの降り方だったらと、まあ、いろいろ迷いつつですね。うん、あ、ポツポツが時々雨も弱い雨だったんですかね。弱いか短いかというところですね。うんうんうん、はい、ささっと降ってすぐに止むといった降り方だったかとは思います。うん、あ、当たりと、パラついただけってコメントもありますね。はい、うん、当たりでと、沖縄も当たりといった報告多いですね。はい、北海道から沖縄まで、見ていきました。じゃあですね、今空ボタンも開いてるのでこちら集計をしていきたいなと思います。じゃあ5秒前でいきましょう。4、3、2、1、終了です。ありがとうございます。じゃあですね、見ていきましょう。はい、風船。うん、どうですかね、今日はどうかなと。あ、外れたも終わりました。はい、うん、お、どれくらい伸びますかね。うん、伸びますね。お、毎日難しいですね。うん、お、いつもより当たり多いねと。そうですね。お、どうだったでしょうか。では見ていきましょう、数字とグラフ。お、この割合はどうなんでしょう。お、だいたい昨日と同じくらいですね。昨日と同じくらいですか。はい、あ、 72.96% のようです。はい、うん、それではエリア性見ていきましょう。でもやっぱり沖縄九州は黄色が目立ちますね。
そうですね、うん、まあ、にわか雨の、まあ、全体的になかったエリアは良、まあ、かったのかなというところですけども、うん、あちこちでやっぱ発生しちゃったところはなんかうまく表現できてないですね、はい、やっぱ難しいですよね。難しいですね、そうですよね。特に今日みたいに朝の時点でもう雨降ってるところがあったり、はい、一遍回復してもまた降る可能性があるというような日はですね、そうですよね。一個のアイコンにこうね、こうそこに込めるというのは難しいですよね。そうですね、はい、というわけで、ではここからはですね、明日の天気の、アイコンのポイントといったところを聞いていきたいんですが、明日はどうでしょうか。明日もう状況はあまり変わらないです。 あまり変わらなくて、はい、まあ、雨雲の発生しやすいエリアはどんどん東の方に寄っていく感じですね。昨日は西日本方面中心だったじゃないですか、雷雨が。九州の北部ですとか結構西日本方面であちこちドンパチ発生してたんですけども、今日は東日本が近畿よりも東側のエリアが中心になってきたと、はい、で明日はさらにもうちょっと東の方にっていうような形にはなってきますが、はい、西日本方面も今日も広島や岡山のあたりで発生していたように全く発生しないわけではないので、はい、それがどこで雨を降らせるかというのもあります。雨アイコンついてないところもやっぱり明日も油断はできないですよね。そうですね、西日本方面だとそういった面になりますし、はい、あと東日本東北方面だと大きい雨がいいのか小さい雨がいいのかっていうところも出てくるかと思いますね。結構しっかり降るところもありそうなんですか。しっかり降ります。しっかり降りますってしっかり降ります。しっかり降りそうなんですけども、はい、関東と東北の山沿いが明日危なそうなんですね。強い雨が可能性があるんですが、はい、どれもいわゆるゲリラ雷雨ゲリラ豪雨っていうようなタイプの降り方になってしまうので、はい、確実にここでこの時間に降りますっていうのが予測しにくいんですよね。どっかで発生しますっていう伝え方しかちょっとできないような状況でして、なるほど、広い範囲にちび雨をつけておりますが、はい、実際雨が強まるのはどこか、うんうん、というのがちょっと気になってはおります。特にこう小さい雨アイコンついてるところは気をつけないとっていうところなんですかね。そうですね、うん、はい、はい、わかりました。それでは永井さんどうもありがとうございました。今日の振り返りとそして明日の天気やアイコンのポイント確認をしていきました。明日もですね、今日と同じく、晴れているところも急な雨に注意となりそうですし、東北のエリアでも、雨がこう降ってしまいこうかなり強まるところもあるという予想になっておりますので、空の様子といったところを皆さん気をつけるようにしてください。というわけで空キャンバスそして空ボタンご参加いただいた皆さんどうもありがとうございました。ではここで一旦インターバルです。
こんばんは。時刻は21時35分を回りました。引き続き藤岡あかねがお送りいたします。よろしくお願いします。そしてここからは、ウェザーニュースヘッドラインの時間となります。今日一日の天気に関するニュースというのをですねお伝えしていきます。今日一日何が起こったのかというのを振り返っていきましょう。それでは、今日見ていくのは3点あるんですが、はい、まずはこちらを確認しましょう。1つ目、岐阜県内で相次ぎ記録的短時間大雨。2つ目、久々の東京都心で5日ぶりに真夏日に。そして3つ目、深き霧まとう、霧で野菜が美味しくなる。こちらの3つでお送りしてまいります。それでは1つ目のですね、岐阜県内で相次ぎ記録的短時間大雨、こちらの情報をまずは確認していきたいと思います。今日の朝ですね、近畿から中部エリアにかけまして激しい雨となったところがありました。それではこちらです。大気の状態が非常に不安定になったという影響でですね、近畿や中部エリアで局地的に激しい雨となりました。こちら雨雲レーダー5時20分の段階ですが、赤いエコーもかかっているところがあります。